ラファエル・セネト・ペレスは、スペインの画家である。風俗画やベネツヤアなどの街の風景を描いた。セビリアで生まれた。セビリアの美術学校で、ホアキン・ドミンゲス・ベッケルや、エドアルド・カノ・デラ・ペニャに学んだ。マドリードに短期間滞在した後、銀行家、リモーン・デイバラの支援を受けることができて、1880年に、ローマに留学した。ローマでは、セビリア出身の風俗画家、 コセビジェガスコレデロの影響を受けた。南イタリアを旅し、ベネツィアでも作品を描いた。1884年にスペインの全国展に出展し、2位を受賞し、同じ年にミュンヘンの国際展でも入賞した。バルセロナで開かれた水彩画展にも出展した。エミリオ・サンチェス・ペリエやマヌエル・ウッセル・デ・ギンバルダといった画家とセビリア県のアルカラデ・クアダイラで、 風景画を描いた画家の一人である。ロンドンの歌唱、アーサー・トゥース・サンズを通じて、セネト・ペレスのベネツヤの風景を描いた作品は、イギリスでよく売れ、多くの作品が、イギリスで、個人像となっている。フラメンコのダンサー更新する祝日セビリアを散歩する、人々、ありがとうございます。